つながるみんなのユイストーリー。優秀賞何気ない出会いから。3年前に宮古島のシギラ黄金温泉で地元の方に声をかけられました。どこから来たの？こっちのフルーツは食べた？など話しているうちに、ご自宅にお招きされて、島バナナやパッションフルーツなど島の果物をご馳走になりました。マンゴーは収穫前でしたが、旅行後に送ってくださる親切で温かい方です。宮古島の S さん、お元気ですか？今年はコロナで行けなくて残念です。来年は必ず会いに行きますね。さちまごさんから共感のお便りが届きました。宮古島で素敵な方と出会われたのですね。同じうちなんちとしてとても嬉しくなるお話でした。沖縄にはイチャリバ町で一度会ったら兄弟という言葉があり、一期一会を大切にする文化があります。宮古島の S さんもそのような気持ちでお迎えし、おもてなしをしたのだと感じました。私は街中でよく外国人観光客に道を尋ねられますが、時間に余裕があれば目的地まで一緒に歩いて案内しています。その間に出身地や旅の目的を聞くと、わざわざ遠いところから来てくれたのだなぁと情が湧き、沖縄で最高の時間を過ごしていい気持ちで帰ってほしいなという気持ちになります。コロナ禍で来沖を控えてくださるユノミッキーさんのお心遣いに沖縄への愛を感じ、そのお気持ちに感謝するとともに、また沖縄にいらっしゃる時には心からお迎えしたいと思っています。それまでどうかお体をご自愛ください。また笑顔で S さんと再会できますように。ユノミッキーさん、お便りありがとうございます。数年前の温泉での声かけで人の出会いの素晴らしさをいただき感謝しています。ビーチで親子で砂遊びしてみませんか？さて行くよ、マチュラちゃん、マチよ、バイバイ。ユノミッキーさん、サチマゴさん、Sさん、ありがとうございました。